まあ、いつも映画見させて。ありがとうございます。生まれて初めて現場に行ったのドラマの主演が浜田さんで、 TBS の一人ぼっちの君というドラマで浜田さんが主演でヒロインが長作ひろみさんで、だから多分その初めてが浜田さんで楽しかったからこう続けてこれてるっていうか、芸能界で一番恋しそうな。